はい。皆さん、こんにちは。チョウです。今日もですね、皆さんと一緒にビットコイン仮想通貨のマーケットや、今世界で注目をされている仮想通貨に関連するニュースを一緒に見ていきたいと思います。早速、ビットコインのマーケットから見ていきたいと思うんですが、現在、ビットコインは21,600ドル近辺推移をしております。えー、先週ですね、雇用統計発表ありましたけれども、ほとんど、えー、マーケットへのインパクトっていうのは、まあ、ないと、まあ、言っても過言ではなかったかなと思います。で、唯一動いていたのが、 金利ぐらいだったんですかね。なので、まあ、結構金利が動くと本当はですね、マーケットとしては、まあ、インパクトが大きく出やすいような、えー、まあ、状況ではないのかなと思うので、まあ、株式マーケットも含め非常に静かだったのは、ちょっと意外だったかなと思っています。なので、もしかすると、週明け、月曜日のタイミングで、マーケットがですね、ちょっと荒れたりとかする可能性はなきにしてもあるかなと思います。で、やっぱり今、この雇用統計の発表、後ほどもちょっと見ていくんですけれども、 結構金利がドーンと上がったんですよね。まあそれはやはり今後フェットがまあ新たに強めにまだまだ金利上昇というか利上げを行っていくというところをマーケットは織り込んでというところだと思うので、まあこのあたりはですね、マーケットにはおもし以外の何物でも正直ないのかなと思うので、今はちょっと仮想通貨のマーケットは上がってきてはいますけれども、まだ本格的な上昇につながっていくというよりも、まあちょっとどこでみんながですね、まあ短期的な売りを入れようかなみたいなところで、 え、見ているような、まあ、今、マーケット環境にはなっているんじゃないかなと思っております。ま、あとはですね、ちょっと、え、こちらビットコインの、ま、チャート、徐々にボリュームがボーンっていう風に出てきたりはしているんですけれども、ま、ちょっと一部、ウォッシュトレードなんかが入ってきてるんじゃないかっていうのも言われていて、ま、あたり、あまりこのあたりの、あの、ボリューム感っていうものが、ま、ちょっと参考になりづらいような今、タイミングだったりするのかなと思うので、え、ボリュームのちょっとトレンドみたいなものは今後も継続して見ていきたいかなと思っております。 はい。デイサレムですね。こちらも同様に非常に上値が重いような環境が引き続き続いているかと思います。でおそらく、まあ、さっきもちょっと述べた通り、金利がですね、ドーンと跳ねてきてはいるので、月曜日も引き続き金利が上昇もしくは高値で維持されるようなことがあれば、まあ、このあたりの上値もですね、ちょっと重くなってきて、もう一旦ちょっと下落相場に入っていくような感じになる可能性も十分あるんじゃないかなと思うので、まあ、このあたりは気をつけて、 無理にアップサイドを狙いに行くよりも、まずは基本的にはダウンサイドを中心に見ていくというところの方うが、まあ、安全性は高いんじゃないかなと僕は一応は、ねまあ、思ったりはしています。はい、で、ここからです、ね、仮想通貨に関連したニュースおよびマクロに関連したニュースですね、皆さんと一緒に見ていきたいと思いますで。まずはこちらですね、先週の金曜日発表がありましたアメリカの雇用統計なんですけれども予想が25、6万人ぐらいだったのが37万2千人というところの数値が出てきておりました。 ねこれ非常に良い,い数値が出てきたということもあって、株式マーケットどういうふうに反応するのかなというふうに見ていたんですが、結構ですね、上値は重かったなという印象ですね。まあ、さっき申し上げた通り、まあ、金利がやっぱり利上げ期待というところも高まって、どーんと上がってきたこともあって、えー、まあ数値は良くて経済良い状況だよねっていうところではあるんですけれども、株式マーケットとしてはまあ乗り切れなかったというような感じですし、まあ、やっぱりこういった状況であるからこそ、 より利上げがしやすいような環境にはあるんじゃないかと思うので、今後も継続的にまだその売り主導でのマーケットみたいなものが続いていくんじゃないかなと仮想通貨に関しては僕は思っております。で、もう一つ見ておきたいのがこちらのニュースですね。7月11日にロシアからドイツに向けて天然ガスのパイプラインが走ってるんですけれども、それが一旦ですね、シャットダウンされますと。で、まあそれはですね、メンテナンスというものが え、理由なんですけれども、そのメンテナンスが終わってもロシアとしてはドイツに対して天然ガスの供給しないんじゃないかっていうのが今マーケットでは注視をされています。で、これもし起こったとすると、ヨーロッパの方で非常に大きな景気の減速だったりとか、あとエネルギー価格の高騰というものがグローバルに起こる可能性があるんじゃないかと言われているので、結構ですね、マクロの観点ではこういったところのポイントが非常に重要になってくると思いますし、このあたりの動きが 原油だったりとかエネルギー価格に大きく影響があるで、プラスそれは最終的には物価上昇の期待値というところにもつながってくるかと思うので、このあたりはですね、しっかりと見ておいた方がいいんじゃないかなと思います。で、おそらく7月の11日以降に、ロシアのプーチン大統領から何かしらの声明だったりとか、けん制の発言みたいなものが出てくる可能性もあるので、まあ、そのあたりはですね、このチャンネルでもしっかり追っていきたいかなと思っております。 はい。では、ここからですね、仮想通貨に関連したニュースを一緒に見ていきたいと思うんですけれども、イーサリアムがですね、880ドルぐらいをボトムとして形成されていくんじゃないかというようなことが、現在記事として沈黙を集めておりますとで。これはですね、何を見ていってるかというと、デリバティブのマーケットをですね、主に見ているんですが、デリバティブのマーケットは2つあります。1つはオプション、もう1つはまあマージンとか先物ですね。で、今こちら見ていただいているのは、オプションマーケットの ボラティティィのになっておりますとで今、一時期はですね、大きく30%を超えるような水準までボラティティが上がっていたんですが、まあ、現在ですね、10%台ぐらいまで上がってきて、あまあ、下がってきていますとで。これはちょっと専門用語になってしまうんですけれども、えっ、ー、と、イーサリアムの30日の期間のオプションで、25%デルタスキューというですね、ちょっとまあ、あの、 説明すると非常に複雑なので分かりづらいんですが、まあ、結構一般的にトレーダーが見るボラティティの推移の水準ということで考えていただければと思います。で今これがどん,どんどんどん下がってきているんですねで。つまり今引き続きマーケットとしてはダウンサイドをケアしていはいる一方でオプションの購入はですねそんな進んでないんですよね。なので今まだまだ方向感は下なんですけれども大きなマーケットボラティティを伴ったドーンっていう大きな下落は 今、オプション市場では少なくとも見ていないというのが一つポイントに上がっていますと。でもう一つはですね、この黄色の線が、えー、イーサリアムのです、ね、価格の推移なんですけれどもで、一方でこの緑のこの、なんていうんですか、チャートっていうのが、今、ビットフィネックスで、えー、どれぐらいイーサリアムのロングが溜まってるかというものになっていますと。でイーサリアムはどん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 、ここ最近ずっと下落を続けていたんですけれども、 その状況でも、このビットフィネックスというですね、取引所では、イーサリアムのロングがものすごく今積み上がっていってますと。なので別の言い方をすると、一旦ですね、イーサリアムに関しては880ドル近辺で安値をつけたので、そこがあたりがもう底値だとして、彼らとしてはもうポジションをどん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 積み上げているんじゃないかというふうに言われているんですね。もし880ドルもまだまだ下に行くというふうな、まあ思っていれば、まあ今の状況でロング積み上げるということはしないですよね。なので、 オプションマーケットの観点からでも、やっぱりダウンサイドはそんなに大きく今は警戒をしていないと。で、かつビットフィネックスのイーサリアムの先ほどで見ても、大きく、まあ、クジラというふうに言われる人たちが、どん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 ポジションを積み上げていっているので、まあ、880ドルぐらいをそこに、今はボトム形成をイーサリアムとしてはしているんじゃないかというのがこの記事となっております。これ結構面白いなと思ったので、ぜひですね、まあ、あの参考にしてくださいというか、一つまあ見るポイントとしては、 こういったところがあるんだよというのを参考としていていただければいいんじゃないかなと思ったのでご紹介をさせていただきました。はい。で、次なんですけれども、え、オプション今皆さんにご紹介をしましたよね。で、今ってなかなかそのオプションマーケットって我々からすると結構その別の世界というかプロの人が使うんでしょみたいなイメージ結構あると思うんですが、今ですね、このクリプトのオプションの取引、そして 先物の,の取引ができる取引所がですね、資金調達を今行いましたよというのが発表がありました。で、ここに対して今どんなところが資金を入れているかというと、こちらにもですね、ある通り、ビットフィネックスだったりとか、あとビットスナップというのはイギリスの取引所になっていますと。であとはもろもろ他のオプションだったりとか、そういった関連のところがですね、資金を入れているんですが、まあ、こういったやっぱりそのオプションだとか先物の,の新しいプラットフォーム、 そういった会社に対して取引所が今どん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 投資をしているということは、まあ、こういったところの商品がですねより今後将来的に我々の,その一般市民が使う取引所でサービスとして提供される可能性が高まってくるということですよねで一応今バイビットの方ではオプションの取引だったりとかもできるようになってますしもちろん先物も,もできるんですけれども、まあ、あとは、まあ、マージンの取引もできますねあとは、えっと、もう一個非常に有名なところで言うと え、デアビットですかね。ところでも、まあ、結構大きなオプション取引のトレード、トレーニングできるようになっているんですけれども、まあ、結構オプション取引が、ま、ちょこちょことできるようになってきていると思うので、まあ、こういったところも、ま、トレンドとして見ておくといいのかなと思いましてあとやっぱり我々としても今、まあ、バービットを通じてっていうのもあるかもしれませんが、まあ、オプション使えたりとかっていうふうになってきてはいるので、まあ、どういうふうにこういったプラットフォームを使えるのかと、どういうふうにこのオプションで使うと、ま、いいんだよっていうのもまあ、ちょっと次の動画で、 え、解説をしていきたいと思いますので、ぜひご興味の方見ていただけると嬉しいなと思っております。はい。で、次なんですけれども、え、アメリカがですね、日本に対して、ロシアのマイニング会社に対しての、まあ、いろんなその、まあ、いろんな形でサポートというものがあるんですけれども、まあ、そういったものを一切やめなさいということを言ってきましたと。で、まあ、これはですね、やっぱり何を僕はこのニュースを通じて言いたいかっていうと、やっぱりそのビットコインというものが、え、今後、 やっぱりその経済的な観点でもものすごく重要な一つのツールになっていくと思うんですよね。だからこそそのロシアのマイニングの施設だったりとか会社に対してのサポートをするなと。まあ、そういったところでもし継続的にロシアの会社がマイニングだったりとかを積極的にできるような環境にあったりとかすると、まあ、その、えー、ビットコインをですね、原資としてまあいろんな経済活動を行えるっていうところもあるかと思いますし、まあ、あとはやっぱりそのロシア だけに関わらず、ビットコインというものに対して、ある程度もうアメリカが、まあ、やっぱり存在というか、あの価値みたいなものを認めているというような証拠でもあるんじゃないかなと思うので、まあ、このあたりはですね、非常に今後追っていくとかっていう観点よりも、まあ、面白いニュースだなと思ったので、皆さんにご紹介を差し上げました。はい。次なんですけれども、引き続きですね、まあ、3リー w ローキャピタルに関連したニュースがまだまだ出てきております。取引所で有名なブロックチェーンドットコムというところがありまして、まあ、そこがですね、約 300ミリオン、300億円ぐらいのですね、スリーアローキャピタルに対してのローンがあって、おそらくそれが、まあ、あの、どれぐらい返ってくるかわかりませんけれども、既存をしてしまいますよというのがニュースとしてなっています。で、これってその、結構スリーアローキャピタルのことが問題になってから、もう2週間ぐらい経ってますけれども、もうどん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 毎日毎日新しいところの会社が、うちも貸してましたとか、うちもなんか、 エキスポージュありましたみたいなことのニュース、毎日毎日出てきてますよね。なので、おそらくまだまだ継続的には出てくるかと思いますし、まあ、こんなことをやってる間にですね、別のまた暴落が来たりとかすると、別のファンドが潰れましたみたいなことがまあなりかねないと思うので、まあ、このあたりに関しては、本当にまあ注意をしながら、あの今、マーケット少し反発してきていますけれども、まだまだ値動きというところ以外でも、結構爆弾が眠っているというところはいくつかやっぱあると思うので、 注意をして見ていきたいかなと思っております。はい、続いてなんですけれども、えー、f e d ですね、アメリカの中央銀行のバイスチェアマンのですね、あのままあ、バイスチェアの,あのブレイナードさんという方がいらっしゃるんですが、まあ、もう一刻も早くですね、クリプトのステーブルコインのレギュレーションというものをした方がいいですよということを、えーまあ、明言をしておりました。で、これはいくつかポイントがあるなと思っていて、 そもそも、やっぱりそのステーブルコインというかクリプトが金融の業界に対しての中で非常にインパクトが大きくなってきた、もしくは今後なってくる前にもうすでにですね、しっかりと規制を整えておきましょうというのがまず一つあるかと思います。あとは、こういったステーブルコインの問題というものが今、その銀行のレギュレーションと比べるとものすごく緩いレギュレーションで 行われていてまあ、今徐々に徐々に人々のその世間の目からもあるので厳しくはなっていってる一方で、えー、非常に不透明性が高いんですよねなのでまあ、そういった観点で言うとやっぱり非常に、えー、まだまだ危ないもしくはその危ないんじゃないかとかまだよくわかんないみたいなところもまあ一定程度あると思うのでそのあたりの透明性も高めていきたいというところは一つやっぱりあるんじゃないかなと思いますと あとはですね、もう一つ別の視点で、この記事の中にも書いてあるんですけれども、CBDC が今ものすごく注目はされてますよね。CBDC っていうのはあの、中央銀行が発行するデジタル管理士のことなんですけれども、まあ、今中国がものすごく CBDC のポイントで進んでいますと。で、そうなってくると、人民元の流通がですね、今後もっともっと高まっていくんじゃないか。より 一般的に使われていくんじゃないかっていうような不安がアメリカとしてはまあ今持っています。でそんな中、やっぱり CBDC をあのアメリカとしては非常に遅れているので、やっぱりしっかりやっていかなきゃいけないと。で、このクリプトの,、まあ、そのステーブルコインからの流れの話の中で、えー、ちゃんとですね、ステーブルコインを規制をして、まあ、それをうまく CBD として絡めていくことがある程度できたりすると、 えー、まあ、アメリカのそのドルの権威性みたいなものが守れるんじゃないか。もしくは CBDC が遅れているので、まあ、しっかりとそのタイミングでもステーブルコインというものを、まあ、しっかりと安全なものとして、えー、まあ、しっかりと市場で流通させることによって、ドルのまあ権威性みたいなものが CBDC が整っていない中でも、 維持できるんじゃないかっていうのはことをですね。まあこれはアメリカとしては気にをしているんじゃないかと、まあ、勝手に僕はですね、推測をしております。で、おそらくやっぱりアメリカとしては人民元が今後メジャーな通貨になっていくっていうのは、まあ、嫌なんですよね。やっぱり中国が力をつけていくっていうのは嫌なので、まあ、それを少しでも、まあ、抑え込むというか、そうなかなかならないように、まあ今回このステーブルコイントのレギュレーションというものを、まあ、より加速度的に、しかも透明性が高く銀行とかと同じようなレベルで まあやっていこうというようなことが、まあまさに今議論されているというものなのかなと思ったので、結構面白いなと思ったので今回ご紹介をさせていただきました。いかがでしたでしょうか今日は結構その最初のタイミングではオプションの取引とかオプションというところを少し強調してお話をしたというところと、あとは最後の方はビットコインというものが政府にとっても非常に重要なツールになってきているというところにはあったんですけれども、まあ一つやっぱりその最初のオプションという観点では、 結構ビットコインとか仮想通貨のマーケットが成熟してきたというのがこのオプションマーケットにすら目が向いているというようなところをですね、一つ表しているんじゃないかと思いますし、あとはやっぱり政治的なものとしてビットコインが重要になってくれば来るほどより人々の注目は集まるかと思いますし、それが一般的に使われるかどうかというところは別としてもより人々からのアテンションを受けてそれが価値があるんだというふうにものになってくれば来るほど まあいろんな国がそれをビットコインですねまあリザーブカレンシーとして持つというところも増えるかもしれませんしまあいろんな企業がこういったブロックチェーン関連のビジネスに入ってくるというところもそうですしまあやっぱりもっともっとまあ価格が上がるかどうかというよりも注目がさらに高まってきているような状況には間違いないと思うのでまあこの辺りの状,況あの状況というか環境をしっかりと追っておくことでマーケットのそのセンチメントというかあのもっと 大事なというかですね、まあ、あの次のウェーブみたいなものをキャッチしやすいような一つ、ネタだったりはするんじゃないかなと僕はまあ考えたりはしていました。はい、ということで今日も皆さん動画ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。